回のですねちょこっとドライブは谷山中学校の正門前からです。ここをですねまっすぐ行きますよ。ここのほら高架橋は指宿枕崎線ですね。今日はですね、今日のちょこっとドライブはここからですね七津島の、方に行きます。あれはないっけ、よくあれなんですけど、ここにテロップ入れるときはそこに行きます。私はですね、ちょこっとしたところを間違うんですよ、ですからね、間違うというかね、頭の中に入ってないんですよね。あそこってもう自分一人だと、ほら今日はどこどこのどこどこに行くぞじゃなくて、今日は引き行こうかいっていうような感じになりますからね、でもね、それもね、少しずつね、なんですかね、固有名詞というか店とかですよ、そういうのね覚えるようになりましたがよ、感じですよね。はい、このね左、ここじゃないけど、この左右の道ね、これはね次元寺通り、ここは違いますよ。これはあれですね、今左の紅葉ですよ、木の紅葉一本だけがなんか色が違ってましたね。あれですよ、やっぱりね、このドライブ鹿児島を始めてからですね、パッ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 ってこう物事を見るようになりましたよ。それまではもうまっすぐだけしか見てなかったんですけどね。ここをですね、どっち行こうか、左行きましょうかね。まあ七つヶ島の方に行くって言ってもいろいろなルートがあるんですけど、まあその時の気分で変えますからね。ここを右折ですね。ここはね225号線。ちょっとこの旗周囲にほら上り旗が旗巻いてますけれども、結構風が強そうですね。空気は澄んでるみたいですよ。雲がないですね、今日はね。雲がない。それとですね、それとですね、ってこの前、10号線を、重富の、ここ左行きます。重富の方に行くときに、何にもすることがなかったもんだから、なんですかね、鹿児島弁の一人二役。の何分か、5分ぐらいかな、やったんですけどね、思いのほかですね、それに対するねコメントが来ましてですね、やらこれはどうすりゃいいのけ、私はね右折したいんだけど、ずっと車が連なってる、だからもうまっすぐ行けますからね。はい、本当はね、さっき言ったみたいにここの交差点を右折したかったんですけど、まあ逆にね、いろんなコースがあるってさっき言ったみたいに、ここを右折できなくても、次のこのですね、今ほら、ピ
形が出てきたでしょ。ここを右折すればですね、あっちの方に行ける。あれですね、ドライブ映像は朝のうちせないかんですね。今日はですね、久しぶりにですね、二度寝をしてですね、っていうのがやっぱりほら、動画編集にやっぱりまだね、ペースをつかめ、動画編集のペースがまだつかめてないんですよ。ちょこっとドライブも、まあ、字幕を入れずに、見てもらうのは、これぐらいの動画だったら長さね、だったら要するにこの口頭だけでいいんじゃないかって、喋りだけでテロップを入れなくてもいいんじゃないかなと思ってですね、まあし始めたわけですけれども、まああれですよ、試行錯誤の嵐、怒涛の試行錯誤。あ、さっきでしたでした。さっきのね、鹿児島弁の話、一人二役。これをですね、友達から、即電話が来たちゅうのもだけども、それこそ完全な身内じゃない人たちから、よかったよ、みたいなね、ニュアンスのね、あれをいただいたもんですから、まあ、そういうのもね、ちょっとね考えながらやります。というのが、今大隅の方のダジャレ歌のために向こうに行って、大隅に行って、その動画を編集をしてるんですけどもね、内容がですね、もう何ですかね、ダジャレ歌を、作った経緯とかですね、そんなのばっかしなっててですね、全然面白くないんですよ。それでですね、特にほら地方に行った時はもう山道とかですよ、もう全然景色が変わらない。ところとかあったりするんですよね。そういう時にその一人二役でなんかこう喋ればよ、一人だけじゃですね喋れないんだけど、なかなかね設定を二人でこう同級生同士が話をするとか、先輩後輩で話をするとかですね、それから一つのことに対して、意見をその二人が戦わせるっていう、そういう設定にすれば結構面白いのができるんじゃないかって言われて、まあね、人がするんだったら、うん、すぐすぐは下からすればいいのよって言うんだけど、私がするわけですからね。ここを右行きます。はい、なんか話が最後までいかんうちについてしまいそうですけど、ここがですね、さっき言ったテロップで書いてあったですね、ここも何度か来てますけどもね、やっぱりこれの紹介するためにはね、視点と、今日の視点はほら、始発点は谷山中学校でしたからね、そこからですねって、これぐらい走ったところにこういうところがありますっていうお知らせになりますからね。はい、ということでですね、ここサンライクパーフパーク鹿児島物産展までご案内しました。
はい、今日のちょこっとドライブはこれでお開きになります。ありがとうございました。